ゴルフの不調はこれで回復。プロゴルファーの奥山です。本日はゴルフの不調を回復させる魔法の練習方法を紹介したいと思います。調子悪いということは、まず自分の体がどのように動いているか全く理解していないことから起きます。どのような体の動きが正しいかしっかり理解することで、ゴルフの調子を復活させることができます。まずこのように体が突っ込んでしまっていては、そもそも再現性がよくありません。このように体が突っ込んでいる人は、まず自分が何がいけないのかをしっかりと理解する必要があります。自分が間違ったスイングをしている感覚を体感することで、自分一人でも正しいスイングへ導くことができます。この YouTube であなたを救うことができるかもしれません。ではその練習方法を紹介したいと思います。先ほどのように突っ込むスイングはやめましょう。このように頭が勝手に残る下半身を使ったスイングを理想にしていきましょう。下半身を使えばクラブはスムーズに動きます。そして力を抜くと関節がスムーズに動きます。そのためにはまずこの動きです。先ほどの突っ込むスイングはこのようになっています。本当はこのように足から動いて胸が回転しない、この動きは下半身につられて上半身がくっついてきているだけです。でもこれを見ると十分フルスイングに見えます。こちらは無理やり肩も回転させています。この動きではなく、しっかり足だけ動かす、左足で引っ張っているのがよくわかります。左足だけ引っ張れば肩は回転していきます。まず皆さんに知ってほしいのは体の回転です。クラブを持ったり腕を意識するだけで、体重配分や肩の回転を必要以上に動かしてしまいます。そのようなことが起きないように、まず体の動きをしっかりと理解してください。このように両手を胸に当てて回転していきます。この時下半身だけを動かしてください。左足をリードさせて回転するだけで大丈夫です。そうするとこんなに上半身もくっついてきます。これがゴルフの基礎となる動きになります。この動きをした時に必要以上に肩が突っ込む人は肩を回転しています。その肩の回転の動きが今の調子の悪さを生んでいます。単純なこの動きが大切です。こうやって練習。皆さんこのように突っ込んでいる人多いと思います。このように突っ込んでいると本当の距離が出なく、再現性も下がってしまいます。こうなっている人はまず胸に手を当てて、このように左足だけを回転していきます。そうすると肩が残っているのがわかると思います。テイクバックをして同じ動きをします。ゴルフクラブを持っても同じ感覚でスイングしてください。その感覚でスイングしていきます。そうするとこのような感覚でスイングできると思います。切り返しから左足を使うだけでスイングが完成します。この動きを打つ前に練習してください。体はどのように動いているのかしっかりと理解するんです。その後にゴルフクラブを持って素振りをします。クラブを持って手があってもこの動きを体感してください。まず体の動きを理解することがとても大切です。そしてボールを目の前にして同じ感覚でスイングします。ボールに当てたい意識が先行すると失敗する可能性が増えてしまいます。このようにまず体本体の動きをしっかり理解することが大切なんです。肩は回転させません。肩は勝手に回転するものです。
これを本当に理解しなくてはいけません。ゴルフのスイングは全体が回転しているように見えます。でも回転する部分と下半身が引っ張るから回転させられている部分があります。それをしっかりと理解しなくてはいけません。まず皆さんにはしっかりと腕を使わない体の動きを理解してほしいです。これをしっかり理解すると調子は上がっていくはずです。いつも見てくださってありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。